バブンエアークやってみればいいじゃんってことで、河合さんへのメッセージみたいな。そんな風に書いてます。もうちょ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 。ちょちょちょこれ重要なポイントなんですよ、和文英訳やると。いつでも大丈夫なんですけど、僕らはこうしなきゃいけないし、習うんですよ。そうで始まりました。はい、もてチャンネル。さあ、ここはですね、ニックとたわしに来てもらいました。よろしくお願いします。お願いします。前回はですね、たわしさんの英作文をニックに添削してもらったんですが、はい、はい、今回はじゃあ2人とも和文英訳やってみればいいじゃんということで、はい、日本語を英語に直す問題で、たわしさんはね、東大の問題やったらバレちゃうので、もう知ってるので、はい、ああ、なるほど、はい、大阪大学の問題、はい、あー、やったことないですね、多分。反対の問題をちょっとお二人にやってもらおうかな。ニックは日本語を読むのが大変になるのか、それともできるのか、はい、そしてたわしさんはそもそも英語を書けるのかそうですよ、はい、さっきの見てたじゃないですかっていう、じゃあニックはい、こちら見てみますね。では、はい、2022年の大阪大学の問題です。まあ、ニックはもうね、長いですから、日本、はい、もう13年ぐらいでしたっけ。そうですね、13年なので、パッと見た感じわからないことはないですけど、はい、大丈夫でしょうか。仕事で進めているプロジェクトの進行がはかばかしくない、はい、仮にうまく進められても期待していたほどの結果は得られないかもしれない。そのような場合に思い切って退却することは選択肢として十分あります。頂上を目指して山に登っている時、雲行きが怪しくなれば事故が起きないように退却する勇気が必要です。それと同じで、進路でも仕事でも進めていることを途中で見切るのは、そこに関わる人の時間やお金を無駄にしないために必要なことです。たわしさんへのメッセージみたいなそんな風に書いてます。いや、東大よな、これ選んだの森田先生ですからね森田先生のメッセージの可能性ありますよ、講演しながらも。撤退する勇気や決断はギリシャローマ時代からリーダーにとっての重要な要素でもあります。失礼ね、失礼心が痛いこれはこの線が入ってる部分だけ訳したらいいんですか。はい、頑張ってくださいね。はい、ちょっと内容は置いといて内容は置いといて、はい、まあ、置いといちゃダメなんですけど、すごいメッセージいただきました、寛大から。はい、ミクは何バージョンなんですか。そうなの。いや、ペンで書いてるんで、ちょっとどの順番にすると一番伝わりやすいのかなっていう。お、できましたか。はい、なんとか書きました。じゃあ、田辺さんの回答から見ていきましょうか。それで、マニックに。お願いします。When you climb a mountain to reach the summit, you need to have courage to retreat. のスペルがすごいな。やば。そう、自信なかったら書いちゃった。Avoiding some accidents. 違う。If the weather is getting worse. 比較級できましたね。Like this, stopping the thing you devote yourself to is necessary. Not to waste time ofpeople engaging in the activity. あ、タイムやマニーか。スペルが違いますね。はい。この、エンゲージのスペルが。エンゲインギンですね。エンカイギン。そう、いつも言ってるじゃないですか。スペルミスをしないようにって、毎回。あ、もう、ちょっと、取っとかなきゃいけないですから。証拠残すなよ。私の書き損じもあるので。おはい、じゃあちょっと直していきましょうか、はい、まあ、だか悪くはないと思いますよ、全然。本当ですか。この、はい、出さったらスタートもっとめちゃくちゃにしていただかないと。そう、ニックいるんだから。撮ってますもん。いるんだからさ。僕も本当に悪い回答ばっか書くといろいろ言われちゃうんで、はい、直すんだったらどこ直しますか。まずテンスのことなんですけども、僕が書いたのは、はい、When climbing a mountain aiming for the peakIn the event of bad weather, the courage to cut one's losses and return to base will be needed to avoid an accident. Likewise, when making decisions about work or education, recognizing when to give up is necessary to save the time and money of those involved. Oh, はいはい。まあまあ、なるほどな。似てはいますね。ちょっとなるべく近くはしようと思ったんですけど、文章に。はい。ただ状況を足しているところがありますね。この退却するのところが。そうですね。退却が一言で、この意味が伝わる言葉があるのかなとちょっと悩んだ結果、まあ、あと逆に言うと、英語で
山頂を目指して山に登っている時とか、うん、なんかそもそもの文に申し訳ないですけど、英語で聞くと、うん、山を登るイコール山頂を目指すことなので、ちょっと重複してる感じがしてしまうんですけど、うん、であとまあその雲行きが怪しくなればというのも、まんま雲の流れが悪天候、うん、悪い展開していきそうだなっていう時に、で英語でもまんまは言えるんですけど、うん、If the clouds turn for the worst っていう言葉が すぐ思い浮かんだんですけど、うん、この文章だと日本語では知的な表現になるんですけど、英語で同じ表現に似ている turn for the worst っていうのはちょっと作文には合わないかなと思ったので、うん、結構やっぱ直訳されると The weather becomes threatening とかよく辞典とかに出てくるんですけど、使います？その表現だと天気がこう脅迫してるみたいなニュアンスになって、天気に別にその人間の意識はないので、うん、普通はその言葉は使わないですけど、うん、言われても何を言ってるかはもちろん伝わりますけど、じゃあ It is likely to rain とかだったら、あ、めちゃくちゃ普通に使います、はい、まあ本当にここスペルはあれですけど、こっちの言葉のが良かったなっていうのは思います、はい、僕が使ったピークよりも、ピークやっぱサミットの方、でもいられる。ありがとうございます。The summit. You have the courage to retreat, avoiding some accidents. 最初に言いたかったことが、When you climb a mountain to reach the summit. これが、When climbing a mountain to reach the summit が、はい、なぜかというと、これは、こっちが架空の話ですね。もし、山を登って、頂上を目指していたとしてっていう、個前提なんですね、うん、When you climb a mountain だと本当に山登りして山頂を目指してる時っていう、こっちが例えとして使ってるので、こっちのがその意味は、はい、実際にやってないっていう感じが、はいはい、これは実際にやっているのではなくて、登山っていう概念に例えているっていう意味ですね。でこっちが本当に登山してる時が、うん、まあ必要ですっていう、ね、こっちだとその登山してる時に気をつけてくださいねって言われてるみたいな感じですね。こっちは途中でプロジェクトの進行が思うように進まないっていう話が本当の趣旨なので、うん、で、retreat、you need to have the courage ですね、うん、あここ、はい、ここはね、読むときに止まりましたね、はい、courage、you need to have courage だけだったら大丈夫なんですけど、うん、何かをするこの特定の勇気なんですよね、うん、なので、the が入ります、はい、The courage to retreat。 この場合も、なぜ僕がこの言葉を使わなかったかというと、日本語だと退却っていうのは単純に、まあそれこそ本当に見切るっていう、じゃあはい、退却しますっていう感じなんですけど、英語のこの retreat っていうのは自分との戦いであり、自分と対局に何かがあってのこう勝負ではない場合、こっちは何かから逃げることなんですよね。まあ、戦争だったりとか、はい、あの the retreat from the battlegrounds とかで、こっちは、まあ、悪天候から、まあ、日本語でも悪天候だから退却するっていうのであって、この retreat だと悪天候から退却するみたいな感じがして、うん、悪天候だから退却するわけであって、悪天候という場所から退却してるんじゃないっていうところがあって、うん、ちょっと僕もすごい悩んだんですよ。カッコンス切り捨てて切り上げてみたいな、ね、まあ見切るっていうような、まあこういう and return to base、うん、っていう感じですね。これどうですか、 avoiding some accidents to avoid の、はい、これは本当は to avoid が正しいんですけど、ここでも to retreat って言っちゃってるので、 when climbing a mountain to reach the summit you need to have the courageto retreat to avoid some accidents に、まあ、この文の流れだとそうなります。これのポイントがあって、はい、どういうポイントかっていうと、これ事故が起きないっていうと主語が変わるじゃないですか。こういう風になると書けない人がめちゃくちゃ多く、ああ主語が変わってるので、起きないだっていうのをちゃんとこう避けるに変えられてるんで、はい、これ重要なポイントなんですよ、和文英訳やるときに。でこれで So that the accidentwon't happen とかっていう風に、やったりとかってあるんですけど、ああでも僕だったら今の提案の方が、うん、まあここはどれぐらい日本語話者を対象とした試験で重視されるかはわからないですけど、英語だったらやっぱり近いところで言葉を繰り返すのはちょっとこうアーティスティックな面だったりとか、うん、あとやっぱ to retreat to avoid って言われると言葉が繰り返されちゃうと、アメリカ人もこう英語話者が瞬時にこう理解できないんですよね、うん、言葉が続いてどっちがどっちに対象としてるのかっていうところでちょっと迷っちゃうので、まあ、なるべくその The courage to retreat in order to avoid some accidents とか If the weather is getting worse
ここの表現も雲行きが怪しければまあ worse worse だともう悪いっていうことになっちゃうんでね、はい、そこはねこの場合は本当にあの使うか悩んだんですけど turn for the worse っていうこれは悪化するっていうでこっちだったらもともと悪くなかった状態でも悪化するっていうか悪くなるというように使えるのでなるほどはい、そして like this 何これダメですかそれはダメですねここなんて書いたらいいかなってちょっと分かんない、まあ、similarly とか similarly 言い方はいっぱいあるんですけどそれと同じでっていう日本語の振りだとまあ簡潔にまあ、like. 作りとしては合ってたんですけど言葉がちょっと、はい、likewise とか in this way とかねそうですね similarly とか stopping the thing you devote yourself to まあまず見切るはストッピングはちょっと難しいかなっていうストップはやはり止める止まるっていうことでやっぱりやめるっていうニュアンスでは難しくてそうですねギブアップギブアップかなんでかっていうとこれギブアップっていうニュアンスだとまあ諦めるだとか、うんはい、まあ取りやめるとかっていうようなニュアンスにはなるんですけどストップだと中断っていうニュアンスが伝わってしまったりとか、うん、一旦本当にやめてしまうっていうニュアンスかどうかが明確に伝わらないので、はい、この文が言おうとしていることがちょっと違うかなっていう感じです、うん、quitting はどうですか quitting はいいと思います quitting the thing you devote yourself toIs necessary これはまずテレコで逆ですね Is necessary to not waste time 出たネイティブあ、それ逆なんすかいや日本人の、はい、僕らはこうしないといけないってなるんですあ、そうなんですかそうあで、別にあ、いいですね、はい、これはあのネイティブ感覚でよくあることで僕らはこうやって習うんですけど、はい、ネイティブは別に to not あ、こういう解釈ですね Is necessary not to waste timeIs necessary どっちでも大丈夫なんですけどそうそうそうどっちでも大丈夫なんですけど僕らはこうしなきゃいけないって習うんですよそうですねなんで気にしなくていいですネイティブスピーカーは両方言います Is necessary いやこういうのが欲しいんです僕的には多分ね自然とアメリカ人がこの文を最初に見た時にどこで呼吸するかによって変わっちゃっただけなんですよね、うん、僕が頭の中で necessary to necessary で呼吸しようとせずに、うん、necessary notって言っちゃうと NG なんですよね、うん、It is necessary not to waste time、うん、っていう僕は逆に It's necessary not to waste time に見えてしまったので、ね、Necessary to のが正しいですよって切れるところがまあ自然と違ってたっていう感じですねこれこういうの欲しいですから僕も散々どっちでもいいって言ってるのに未だにこれ並べ替え問題で出すとことがあるんでやめてください本当にここの細かいことですけど日本語では無駄にしないためっていう言葉書いてあるので、うんはい、こっちで合ってますね、うん、Not to waste time、はい、否定にマイナスなんですよねこの文だと、うん、無としないが重なってるので、うん、英語だとこう not not ねみたいななるほどってなってちょっと伝わりにくいんですよねだから逆に時間とお金をセーブするために必要で、ね、これだとダブルネガティブをこう取っ払ってってことね、うん、ウェイストだとまあマイナスといいますかこう何かを無駄にしているっていうのでそれをしない必要性っていうのが日本語だとすごい自然に伝わるんですけど英語だとちょっと、うん、んってやっぱり一瞬になるんですよね、うん、あとダーがないですねこれ waste that time and money あーそうですねちょっと不安がありましたねね、後ろからあそうですねここつながるとここで終わってたらよかったんですけど、はい、ただこの方々の時間とお金、はい、確かに僕も書いてました本当だでなるほど、Engaging in the activity かアクティビティはちょっと厳しいかなって感じですね、うん、本来の名詞がいろいろとちょっとなくなっちゃってるかなっていう進路といったところと、うん、ああそうだない仕事といったところとそうだ進路仕事どこ行ったあどっか行っちゃいましたねでまた関わる人が逆にいろんな言い方あるんですけど those involved 関係する人みたいなまあそうですね関係する人っていう感じです、ね、ここは work or education になってますねそうなんです進路でも仕事でもっていう順番だったんですけど本来は、まあ、ここは本当に受験をされる皆さんはおそらくこれにもっと近い形でやった方がいいかもしれないですけど、まあ、最初のプロジェクトの話だったりとかが仕事っぽかった
ったんですね。仕事で進めているプロジェクトっていうので始まってたので、そっちが先に来ちゃった方が分かりやすいなっていう、まあもちろん進路って多分あの学校以外でも使うんですけども、なんかイメージとしては進学のことも含むので、それはまた別として、でまあ仕事としてしている活動っていう2つに分けちゃって。なるほど。 The past とかは使うんですか？ The past you take とか。ああ、それでもできますね。あと正直多分ライフだけでも良かったかもしれないですね。まあプロフェッショナルライフとか、そのなんか全てを一言で paths you take, the decisions about life とかでざっくりでも良かったかもしれないですけど。ということで原橋さんはがっつり抜かしてしまったということで。はい、見つかっちゃいました最後。はい、チキすげえよ。まあ結構よくかけてるなと思ったらないじゃんっていうね、はい、そうですね、結構ポイントかなと思うので、最も言いたいことが進路でも仕事でも進めていることを途中で見切るっていうのがもう本当にこれの一番メインの話なので、相当多分点数は下がると思います、ね、はい、ということで、はい、そこが川橋さんの人間の器ということで怖いそこまで言われますお前の人間の器はここに出てる。すごい大阪大学そういうとこまで見てる。そうですね、ということでした。はい、じゃあ田中さん頑張ってやってください。はい、ご視聴ありがとうございます。 Thank you. ありがとうございます。